はい、えー。皆さん、こんにちは。レック専人講師の椛島です。よろしくお願いいたします。はい、えー。それではですね、今私も手元に持っておりますが、えー、このですね、えー、当たるというところからちょっとお話ししましたけど、当たる直前予想模試ということで、えー、シャロー氏のですね、デルジュンシリーズのまあ総決算的なですね、書籍であります、この予想模試。えー、これ、えーまあ、実際の試験、えー、と同じまあボリューム感、 でですね、それを2回分う掲載していいるというものなんですね、はい、で実はの問題科目ごとにです、ね、担当の講師が、えー、違うというか、えー、なんですけどもそれをです、ね、解説を私椛島というものでございますが、えー、私がです、ね、全ての,おその科目についてちょっとレビューしてみましょうと,、はい、ということで、まあ、コンセプトはです、ねえー、あまりだらだら長い時間を使わずです、ねえー、1つのパート15分で見ていくとだがここちょっと今しゃべっててもう1分ぐらい経過してますので。 えちょっと焦っております。はい。で、15分で、えー、それをですね、9回。 はい、選択式は労働編と社会保険編ということで2回分で残る7つに関しては卓一のです、ね、10問ワンセットで7ブロックあるわけなのでそれに費やしていこうとそんな感じです、えー、今日その第1回目ということになりますけれども第1回目はですね第1回模試の部分の選択式労働編を見ていこうということです、えー、ですので早速中身に入っていきましょう 一問一問の細かい解説はあいたしません。というか、まあ、時間的にちょっと難しいかなと。はい。大、え、体、ー、いいここで点数を取るべきとか、トータルの点数これぐらい取ってほしいなとかですね。そんなような話をいたします。えー、まずはこのおーパートの中では4問ですね。はい。問1から問4です。えー、まずは問1、えー。労働基準法及び労働安全衛生法と。 はい。えー、いうことで、ま、あのー、まあ、答ええー、から申し上げると、A は20番、B は16番、C は17番、えー、D が10番、えー、そして E が7番、えー、と、まあ、いう、う、ところでした。はい。えー、まあ、これあの、 選択肢の選択肢じゃ、ごめんなさい、えー、空欄の A とかね、えー、B もかな、はい、あの、過去試験で出題されたところですね、はい、えー、特にあの空欄 A の20番解除条件については全く同じ問題がですね、過去に出されております、はい、まあと言っても、うん、10年以上前ですかね、はい、えー、ということを考えまあちょうどぴったり10年前 かなあれ <laughs> ちょっとごめんなさい。何年だったかなはい、えー。ということで、まあ結構前は前なので、まあ例えば過去問題集を見ててもですね、載ってない可能性はあるでしょうね。はい。その過去何年分の問題集なのかによってですけど。はい。まあなので、えー、どうですかね。あの、まあその見たことがあるかないかで大きな差ができてくるのかなというところです。まあやっぱりこの A とか B とか、まあ試験では練られるような論点なので、えー、そういったところがやっぱり取れたかどうかというのは非常に大きなところです。はい。えー クランの C, C は17番ですね利用目的ということですけどその下の行ですね休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると、はい、っていうようなところを見てもですね要するに年中休暇,休暇をどう使おうが労働者の自由だと,、はい、という文脈を、ね、あの壊さないものを入れるということであれば C は17番しかないんじゃないかというふうに思います。 はいまあ、こういうあの前後のね文脈でえこう入れるみたいなねそういう要素も選択式ってありますよね。はいということです。 さあ,あー、空欄のー ABC、労働基準法側は、そんなところでしょうか。まあ、最高裁判例からの出題ではありますが、まあ、やっぱりあの、押さえておいてほしい,い、まあ、有名な判例ですね。白石営林所事件。まあ、年中救急かといえばという,う、これっていうぐらいのですね、あの、最高裁判例、えー、白石営林所事件ですので、まあ、これはやっぱりね、何度も見ておいていただきたいかなというふうに思います。はい。あと、今回はあの、えー、そうですね、あの、出題にはなって、 言って言いませんが、あ、でもまあなってるじゃなってるか、はい。あのー、これこの判例ってこういろんなことをですね教えてくれていますので、はい。まあ、あのー、今回のこう答えにもなっているところですけど、まあ、えー、要するにはそのあのー、労働者側がその請求してね、はい。えー、で。 その使用者側が承認するっていうことが条件にそもそもなってるわけではなくて、はい、あの年中救急科の権利っていうのは8割以上の、ね、出勤率で、えー、法律上当選に、えー、権利自体が発生しそして労働者が基本的に時期指定することで磁気、はいえー、指定することで、えー、年中救急科は有効に成立するんだと。 はい、いうことを初めて言った判例でもあるんですよね。はい、ということで非常にあの年中救急官にとって非常に大きな判例なので、まあ、やっぱりこの白石英リー事件は何度も見ておく必要があるのかなと。 はい、あとあの、まあ、このお話ではない、えー、判例ではないですけどもお時事通信社事件ですね、えー、についてもお平成22年と29年だったかな、はいえー、2回、えー、ここ10年ぐらいで出題されていますので、まあ、結構そもそも年中休,休暇っていうのはあのーまあ、労働者側と使用者側のです、ね、意見対立が結構多いというか、まあ、結構条文自体が抽象的ですのであの争いの多いところだから最高裁判例も年中休,休暇っていうテーマは多いんですよね。 はい。まあ、ということなので、まあ、やっぱり、えー、テキスト参考書に載っている、はずのね、判例ですので、やっぱり見ておきましょう。はい。さて、えー、安永法側なんですが、D が10番、えー、E が7番というところで、まあ、正直ね、デは入れづらいんじゃないかなと思いました。はい。えーまあ、ということで、D を失点しても、3点以上取りたい。それが統一だったかなと思います。はい。統一はそんなところで終了。 えー、次に行きましょう。遠いのに、労災保険です。はい。えぇ、ー、そう、あ、基本的には、あの、解説について私がごめんなさい、一方的に喋っていくだけで、えぇ、ー、あの、映してですね、こういうふうな、こういうふうな感じで、えー、はやりませんので、はい。あの、しっかりあ、あの、じあの講義をですね、聞いていただければと思います。はい。さて、えぇ、ー、では、遠いのに、労災保険です。えぇ、ー、まあこれ、えぇ、ー、エクラの ABC が、 二次健康診断等給付そして DE が通則の、ね、中でもまあよく出てくる死亡の推定ですねあもう推定って言っちゃいましたけどそれが空欄の E の答えですよね、はいえー、ということまあこれ正直全問優しいんじゃないかなと思いますよ、はい、A は、ね、7番保健師 B が5番二次健康診断ごとに1回特典保険指導というのは行われると、はい、で空欄の c 二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から3か月 いいいななとととうことで4番が答えとなりますはいえーまあこっちも優しいですし、えー、死亡の推定の方についてももう「いい」は「推定」という言葉、えー、そのものですねはいですしクラまあこれも過去の試験でもよく問われているところはい、えーまあ、確かにあの問題文章中ね「3ヶ月」っていうのが出てきます。はい、えー、その まあ例えばじゃあ船が沈没ということなのであれば、えー、そこからですね3ヶ月経過までは、まあ、その生きているのか亡くなっているのか、えー、安否確認を続けていくイメージですね。はい、で3ヶ月経った時点でいよいよジャッジしなければならないということですけどもその3ヶ月経過した日じゃなくて、まあ、イメージ3ヶ月前に戻って船舶沈没ならば沈没したその日に死亡したものと推定すると。 はいえー、沈没したその日その日という概念ですよね、はい。ということでそれが空欄の「デ、えー、ということで16番、ねまあ、答えだけ見ると「日」だけで何だろうっていう話ですけども、はいえー、その日ですよねだイメージ3か月前に遡って、えー、そのことが起こったその日に死亡したと推定するとそういう話です、はい。さあ問いにはこれで終了次行きましょう、えー、問いの3雇用保険です。 なかなか面白い問題ですね。はい。えー、まあ、あの、このセリフから私が作っている問題ではないと、えー、いうことがバレてしまいますけども、はい。ええー、まあ、別にあの,あの、バレるも何も、えー、隠れる、逃げも隠れもしていません。はい。あの、私はあの、ちなみに健康保険を担当しております。はい。ええー、まあ、やっぱりね、作り手のこう、なんでしょうね、こう、思いというか、やっぱりそういうのが問題には現れてくるというかね、やっぱりそういうのは、えー、あると思いますね。はい。あの、雇用保険、えー、は、まあ、これ、正直、ほぼ条文通りの 表現、えー、ちゃ表現なんですけどね。 はいえー、そうなんですよ雇用保険って、えー、一般教育訓練そして特定一般教育訓練そして専門実践教育訓練と、はいえー、一個一個こう分けてねあの私たち学習していきますけれどもお条文で見るとですね一つの教育訓練給付金っていう支給用、まあ支給権というか、えー、条文でドーンってあってその中に括弧書きでですね、えー、基本的にその一般特定一般そして専門実践ってね、えー、一つの条文の中で全部成り立つんですよね。だからものすごく長い 条文で非常に読みづらいです。 はいまあ、それを多少読みやすくうこうして、えー、いますけどね、はいまあ、の今回「その厚生労働省へ定める率はで、えー、問題文章のところ、えー、と10行目ぐらいかなに書かれてますけどその厚生労働省へ定める率はということで、えー、その下、えー、関数字の11の2そして2ということ、まあ、結論から言うと1っていうのが一般教育訓練、えー、空欄の A が入っているところですよね、えー、そして空欄の BC、えー、も入っている1の2 これが特定一般教育訓練の話まあ問題文章中にも特定一般教育訓練ってカギ括弧でね書かれていますよねそこをしっかり見ておかないと当然問題のテーマを失っ見失ってしまうということにつながります。そしてて空欄の、DE、が入ってるところが専門実践教育訓練、はい、いうことがまずちゃんと分かってるということで前提で、えー、空欄の,その C とかね、えー、E とか。 といった数字、はい、特定一般教育訓練って今回のまあ改正点ではありますけれどもお、ね、一般教育訓練がかかった費用の 2, 2割、えー、支給されると、はい、20%支給されるもので特定一般教育訓練はその倍の40%支給されるものこれ必ず頭に入れとかないといけない空欄の C は絶対落としてはならないということです。 はい、で空欄の E に関しては、えー、専門実践教育訓練については、えー、原則はあかかった費用の5割支給される50ですよね、はい、で問題冊子次の、ね、ページ、えー、空欄にはされてないけども漢数字3番というのがあって、えー、その資格プラス資格の取得そして、えー、就職にまでこぎつけた場合、えー、トータル7割支給されるっていう話ですよね。はい、だから、まあ、数字は、えー、問われた時にはきっちり取らなきゃいけないはい。 まあ今回だと空欄の CE はやっぱり必須でしょうね、はいえー、ということあと空欄の A なんですけども、まあ、これ教育訓練給付の一つの特徴なんですよね、はいえー、雇用の安定就職の促進 はいえー、今現在雇用されている方であれば雇用の安定、えーねえー、ということで,で今現在失業している一定の方も教育訓練給付って受けられますよねっていう,うこの教育訓練給付ならではない、はいえー、雇われている人そして失業している一定の状態の人、はい、どちらも給付を受けられるんだという特徴を必ず反映したこの、えー、9番を答えにしたいですね。はい さあ、それで空欄の B とか D とかはちょっと応用ですけども、まあ、これ要するに特定一般と専門実践教育訓練がそれぞれえどういう趣旨のもとを誕生した制度なのかということが分かってないと答えにはたどり着きません。はい。えー、これやっぱり B と D をですね、自信を持って正解できる方は多分満点いける。 はいまあ、そうなると雇用権は結構高いレベルで、えー、ああの頭に留めているんじゃないかと、まあ、要するにあのこういう抑え方ができている方は他の給付もしっかりとその何のためその給付があるのかとかですねそれが分かっている学習ができているということになりますので一つこの B とか D とかっていうのは、えー、バロメーターなのかなというふうに思います。 はいえー、専門実践の方ですと、ね、で、えー、専門かつ実践という言葉があるし、中長期的なキャリアアップを図るというのが、えー、専門実践ですよね。で特定一般教育訓練というのは B ですけどもお、5番、速やかな再就職及び早期のキャリア形成ということで、まああのー、こういったものにつながりやすい社労士もそうですけど、達検ですとか、えーまあ、そういったその一定の資格ですね。と、はいえー、いうのが、税理士も入ってたかな。はいえー、そういったあのい 一定の資格すぐこう職に直結するようなねはいまあ、そういうようなものを想定した制度それが特定一般教育訓練ですさてそれでは次最後ですね問4四労働の一般常識を見ていきましょう。 はい、まあ、そうですね、平成30年の,その雇用均等基本調査ということで、あとまあ空欄の出入りが労働安全衛生調査ということで、まあ、その調査、統計調査に関するそのまあアンケート結果というかね、はいまあ、こういうのは確かに試験でも多いですよね、ということ、多いですし、まあ、こういうのがなかなか労働一般常識を難しくさせるというところがありますよね。はいえー、まあ正直問題のレベルも高いいかなと思いますね、はいまあ、やや空欄 の B あたりは優しいあとい、e、いか。 E は優しいですね。E は丸三番、ストレスチェックということで。まあ、このあたりを、うん、きっちりとって。で、あと、その A、C で、えーまあ、A なんかも実数値が空欄されてますけども、まあ、こういうあの数字の感覚をどれだけイメージできるかというところですけど、A 難しいですね。うん、A は難しい、はいえー。C も決して優しくはないですね。C は約二分の一が答えですけども、実際には49.3%ですね。 はいえー、最も高い、えーね、そのあの課長相当職場の女性間職割合最も高いということで空欄の B4、えー、番が正解ですけどもそういう医療福祉の分野だとお管理職のうち49.3%が女性なんですね。 はいまあ、やっぱりあのこういう問題は問われる可能性あると思います、はい、男性だとどうなのか女性だとどうなのか、えー、っていう視点もそうだし、まあ、近年ですとどういう業界なのかとかですねそういうのをこうイメージして答えさせるう問題も増えてるように思いますので十分気をつけたいですね、はいえー、そして空欄の「E」まあ、いは優しいと思いますけど「D」ですね「D、えー」では答えは丸2番約6割。 えー、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、えー、59.2%約6割、はいまあ。ということで、まあ、今ちょっと私実数値でご紹介はしましたけれどもおこれをですね、まあ、その概数ね大体およその数字でなんとなく間隔をイメージしておくうということ。はい で特にあの、えー、その数字が自分が持っているそおおよその数字とあまりにもかけ離れている場合は特に強く意識して抑え直さないといけないなかなか自分の価値観っていうのは簡単には変えられませんからね。と、はいえー、いうところをちょっとイメージして学習を進めていきましょう、はいまあ、今回みたいにこれ空欄の A から E までですね全て統計調査からの出題、えー、ということを考えてであとまあ E は確かに取り まあ,まあでもな <laughs> まあこれもちょっとなかなか言いづらいところがありますけど、えー、要は法令からの出題で例えば去年で言うと例えば「エルボシ」とかそうですけどもおあれはもう完全にその統計関係ではなく法律の知識の延長線上、まあ、法,法令の知識と言っていいですよね。はいえー、っていうようなところから出題されているのはともかく、まあ、今回みたいに統計調査オンリーということになるとやっぱり格段と難易度も 高く感じますね、まあ、なのでこれ多くの人が3点以上を取れてるとはちょっと、うん、どうでしょうね、まあ、思えない問題かなと思うので、まあ、十分救済の可能性を考えて、えー、まあだからこういう問題はどうしても3点じゃなくて2点取れればいいんだという風な感じで試験本番では気持ちを切り替えてどう2点を取りに行くか、ねえー、追い込まれずに冷静にジャッジしましょう。 ははいいいそんんなな感じでですすもううここれしかねね言とよ労働の一般常識はあの特効薬はないので一つでも多く統計数値を見ていろいろ自分で感じるで感じるためには自分の考えっていうのを常に持った状態でテキスト読んで、えーね、あやっぱり自分の思ってる通りだなのか、えー、あ意外と全然全然違う数字なんだなとかですねそういうふうにやっぱり考えながら読んでいきましょう、ねえーまあ、レックのにもですねあの試験の直前反白書対策講座というのがありますので、えー いまいち対策遅れてるなと思う方はえ、そういったところでしっかりケアをしてください。はい、では第1回目ちょっとね。最初のルール説明とかもあったのでまあ、言い訳ですけど、15分超えておりますが、はい以降はですね。15分以内に説明をね。終わらせていこうと思います。はい、では第1回目でした。お疲れ様でした。